4月27日深夜に放送された夜の巷を徘徊するテレビ朝日系に木村拓哉が登場した。当番組はマツコデラックスが夜の街をあてもなく気の向くままに徘徊する番組、マツコ一人で番組を進行していくことがほとんどだが、今回は珍しくゲストを呼んでの放送となった。木村とマツコといえば一時期共演 NG との噂がささやかれていた。というのも2人は1年間ほど千葉県の同じ高校に通っていた時期があったのだが、互いにしばらくその事実に触れてこなかった。そのためいつしか木村とマツコは共演できないのではとの噂が広がってしまったようだ。しかし2015年11月16日に放送されたSMAP×SMAPフジテレビ系にて、木村自らマツコと同級生だったことや現在も連絡を取り合っていることなどを明かし、ファンや視聴者を驚かせていた。木村のこの発言により二人の接点が公となり、共演を期待する声も上がっていた。そんな中で夜の巷を徘徊するが放送されたのだが、なぜか事前の予告はほとんどなく、放送当日の朝に木村が同番組へゲスト出演することがひっそりと発表されていた。番組内では同級生木村拓哉と紹介され、二人の会話の中でもたった1年でも同じ学び屋だぞ、木村この人1年でいなくなっちゃったからマツコなど高校時代の話が飛び出した。自然なスキンシップも多く、短い間でも同級生だったことを感じさせる仲の良さを見せていた。また木村がマツコの出演番組をよく見ているという話から、本当のこと言うとこの人じゃなくて娘さんたちが私の番組見てくれてるの、だからついでに見てるだけよこの人マツコ、いやいや俺が一番選挙権あるもん、テレビ木村と木村が家族について触れる珍しい場面も。さらに街中で外国人からおからスマップ様と木村が声をかけられるなど、かなり自由度の高い番組内容であった。番組を見ていたファンからは、マツコさんと木村くんの同級生コンビ良かった、空気感がすごく好き、木村くんとマツコさん超仲良しじゃん、また2人の絡みみたいと木村とマツコの共演を喜ぶ声や、木村くんが娘の話したりスマップ様からって言われたり、開放感と自由度の高さがすごかった、娘さんのことにさらっと触れててびっくり、超貴重な番組だったかもこれと驚きの声も上がっていた。次週の放送も2人で浅草寺の周辺を徘徊する予定。予告ではマツコが私は元旦にあなたから今年はやるぞっていう一行メールが来たのよと明かす場面もあり、見逃せない展開になりそうだ。